ナーブルスは、パレスチナ自治区、ヨルダン川西岸地区北部のナーブルス県の県と、2014年の人口は14万6500人。ゲリジム山とエバル山の間にある。市内とゲリジム山麓の村には、サマリア人社会がある。ユダヤ教の隠れた聖地の一つでもある。ヘブライ聖書には、シェケムとして登場する。また、現代ヘブライ語でも、 アラビア語でナーブルスに相当する地名をチェケムという。72年、ティトステイによりフラビアネアポリスと解消され、これがナーブルスという故障の起源となった。ローマ帝国がこの地を治めた後、イスラーム勢力が支配した。1099年より十字軍による町の支配が90年近く続き、イスラム教とキリスト教とサマリア人などが町に同居した。 1187年、IU 部長のサラディンの軍隊がパレスチナ地区を支配すると、イスラムの戒立が再び整備され、後に続くマムルークアサ・オスマン帝国へと引き継がれた。第二次世界大戦後はヨルダンの統治下にあったが、1967年の第三次中東戦争よりイスラエルの統治下に移った。1995年の パレスチナ自治拡大協定により、パレスチナ自治政府の元に置かれた。2003年、ナーブルスで、ハマス幹部がイスラエルに暗殺されたことは、イスラエル政府とパレスチナの対立を激化させた。ナーブルス、ありがとうございます。